演技時通称、花畑阿弥陀堂は、東京都足立区花畑二丁目にある新州木部派寺院。会期住職は、杉山隆史演技時の起源は、福岡県飯塚市、平日差市にある、常連寺にある。広島県にて、浄土新州本願寺派僧侶として活動していた池田竜和氏が、炭鉱の栄えた時代に、飯塚市に移り住み、諸事情により、 新州木部派寺院として回帰した寺が常連寺で、杉山住職は常連寺二世、池田高堂住職の第二僧侶となり、平成25年に東京都足立区に縁起寺を建立、翌平成26年に落景法要入り式を経て正式な新州木部派寺院となり、平成30年には東京都認証により宗教法人格を所得している。 関東地方における宗教法人登録が確認できる新州、木部派人は、この縁技寺と千葉県流山市にある、西木教寺の二家寺のみで、西木教寺も起源は、東京都品川区に、かつて存在した浄土新州本願寺派教系寺であるが、昭和20年の空襲により、累称、後に、千葉県流山市にて、昭和55年に再建。諸事情により、新州木辺派に、 天橋人名も西木教授となる。これらにより、福岡県上オレンジと千葉県近教授は、縁起寺との信仰が深い。東京都足立区花畑の都道466号線沿いに立つ小さなお堂が縁起寺で、通称、花畑阿弥陀堂と言われており、平屋建て畳12畳程度の宗教施設で、クリア墓地はない。石仏本尊の寺で、 ミノ竹三尺の総御影石造り阿弥陀如来像がお堂内に安置されている。一般的な御朱印の他に漫画家森田正則氏より原画奉納された縁起寺のお堂と僧侶の姿が描かれた御朱印がある。縁起寺の御朱印はもともと三景記念に念仏印を渡していたのが起源令和元年東京都宗教法人名簿によると東京都足立区内で 上度新州本願寺派や新州大谷派など上度、新州教団10派からなる、新州教団連合加盟宗派の末路は11、下地確認できるが、足立区北東部、東部伊勢崎線より東方なおかつ、都道318号より北方で、都県区境界線までの広いエリアにおいては、縁起地のみである。ありがとうございます。